皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ほら飛んでけ。どうもギコちゃんです、よろしくお願いします。さあ本日なんですけども、新ガチャが来ましたね。懐かしくね、これ戦国風雲絵巻、巻の9ということで、うん、すごいね。それこそ巻の1とか巻の2で、あの子いたよね、あのおっぱい丸出しの子、なんだっけ、一番最初の方の子だよ、ラッキーモンスターじゃねえよ、モンスターズ感だよ、見たかったのはこれだよ。そうそうそう、でちょっと勘違いだったら申し訳ないんだけど、最初の方にいたよね、そんなキャラが。これ真田の雪村、ここら辺確か戦国風雲絵巻の最初の方だった気がする。うん、さあそんなわけで本日はその巻の球が来たので、福島正則、ねね、島左近、この3体が実装されたということで、こちらを狙っていきたいと思います。レイガーン。ではまずは、確定ガチャでこれをまず引いていく。まあまあこれはね、確実に当たるもんですから、すいません。一番右の子、みんなから見たらこっちかな、あの色黒のやつ、なんか強そうだよね。まずそれでいようよ。あ、ちょっと可愛い子来ちゃった。ねねかな、ねね。うん、ねねちゃんだね。はいはいはい、なんか可愛いけどね。あー、 SS ターンチャージ、超アンチウィンドウに超アンチダメージウォール、いいね。ソウルスティール好きよ。さあということで、ねねちゃんが当たりました。しかもこれ 24% めちゃめちゃええやん。そういうとこだから、毎回こういう風にしてほしいね。じゃあこの新ガチャ戦国風雲絵巻巻の球の 24% も全て引いていく。さあということで、まずはシングルからいってみようかと。 24% だからね、だから4分の1ぐらい当たるんだよ。俺はそれぐらい運を持ってる音だと思ってるよ。今日はあるよ俺。だって気分がスッキリしてるもん。髪の毛は全然スッキリしてないけど、気分はスッキリしてる。だから出る。ふざけんなよハヌマン、お前。どこで使うねん。まあまあまあいいや。うん。こっちこっちこっち。ここここここ。ここ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 。いけますよ。来い！ 2 回転。24% だからな。まあ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 止まるでしょ。まず1体はここで押さえとこう。上の段で止まれ。んじゃあ下、あ、何が何が孫悟空な、ちょっと違くないか。日本の歴史のキャラクターだよね、戦国っていうぐらいだから。なんで三国志来ちゃった、ちょっと違うじゃん。悟空はちょっとちゃうやん。ひどいよそれは。泣いてやろうかと思った今。うん、しかもなんで混ぜようとしたんだろう。なんで混ぜようとしたのかわかんないけど、引いていく。ねねはもういらないよ。マジだろ、来てくれ。そう、前回のギコちゃんからちょっと一味違うギコちゃんになってて、発芸ガチャちょこちょこもらえるんだけど、あれで当たるってことを気づいたから、下手に追わなくてもいいってことに気づいちゃったんだよね。止まれ、あのねね、ちょっとねねちゃんが寄ってきてるわ俺に。やばいぞこれ。まあでも星玉もたまるしなんとかなるでしょうと個人的には思っておる。はっ、カモンプチューン、左2回転。あ、花火ダメだ。止まってくれよ。新ガチャは出やすいってことを証明させてくれよ。やばい、まあいいでしょう、まあいいでしょう。確定来てる、確定。え、来てない、やべ、来てない。
花火は上がってない、やばい、なんだよ、毒針持ってんじゃねえかよおめ、いやいやいや、あと30連で終わっちゃうよ。せめて未処置はあと1体でとこまでリーチにはしておきたいんだよね。これやばいかもしんない俺。左来た来た、ねえねえいいかい、来いよ、ねえねえいいかい、はい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 、おしよしよし。そうなんだよ、この子がイラストでっけえ、こいつこんなでかいの、前田刑事に出てきそうな大きさじゃねえかおめえ、やばいな、え、マジマジマジなんだけど、おお、ねねの偽物くんなよお前、ねねの偽物が来やがった、え、もう十分十分十分、これで俺はもう撤退してもいいと思うんだよね、正直コンプしたから、いつもなら引くよ、でも今年の今期のこの4月からのギコちゃんはわりかし違うギコちゃんでいたいから、なるべく皆さんと目線を合わせようかなと思ってるんで、はい、ということでこっからはもう終わない、もう完璧パーフェクト100点、はい、そんなわけで新ガチャ戦国風絵巻巻きの9、読み方合ってんのかなこれ、ちょっと不安なんだけど、コンプしましたんで終わります、以上ギコちゃんでした、みんなにも当たりますように、バイ。それはやってきた。そうだ、花粉ばらまきおじさんだ。俺だよ、花粉おじさんだよ。やつは次から次へと夜な夜なみんなの家。さあどんどん詰め込んじゃおうね。直接花粉を鼻に詰め回っているのだ。やつの好みは杉、ヒノキ、カモガヤ、ネズミ細麦、ススキ、カナムグラ、ウタクサ、ヨモギ、ハンノキ、その他にもあるらしいが、今は飼っているのはそれだけだ。季節ごとに分かれてやってくるずる賢いやつだ。やってきた、やつがやってきた、終わりです。